はい、どうも、しぼりと申します。そして、しゅんみです。はい、こういうことやっていきたいと思います。さて、6月30日に、ヤバコラボがね、始まりまして、で、その日のうちに、ガチャとかね、パックを引いた人、いるのではないかなと思いますけども、知ってる人多いんですけども、実はその日に、ちょっとなんか、不具合みたいな、バグかなんかちょっとわかんないですけども、不具合が起こってしまいまして、このお得パックね、期間限定、このお得パックが、34、全部で46個ぐらい、ね、約50個ぐらいあるんですけども、このお得パックを引いても、誰一人、6月30日のこのコラボ始まった時間帯から、8時15分だったかな。8時15分までの間、このお得パックを引いても、全く誰も金枠が当たらないという不具合が起こってしまいました。でもあれでしょ、ガチャの特典にはあれ金入ってるってことでしょ。そのお得パックだけでしょ、入ってないのということらしいね。50個ってことはそういうことだよね。ガチャ回した時にもらえる、そう、このね、このこれね、そう、それにはこのハテナ、これね、これには金枠入ってたってことでしょ。これには入ってたってこと、ほんまってことだよな、その個数的に。そういう不具合が起こりまして、で、先ほどで順番に対応していくっていうことで、メールを待ってたんですけども、昨日は来ずに、先ほどだから、事件が起こってから約1日弱か後にメールが来ました。これ、コラボお得パックについての補填、荒野行動運営チームです。ことなんですけども、個人的にはこれにも入ってなかったと思うんだよね、個人的にはね。っていうか他の YouTuber さんとか、これ弾いてる人もう入ってなかったよね。そんなパック渡すのは嫌なんかなと思うんですけどね。ってことは50個の中に結構金枠入ってるってことじゃない、っていうことですかね。本来であれば、本来であればね、金券を返せとは言わないよ、さすがに。でも、この、じゃあ引いた分、じゃあこの50個だけ返せばいいんかっていうのは、ちょっと違うかなみたいな。思わなくはないですね。引いてから考えてみる。多分、金枠結構入れとると思うよ。ああ。もう、お詫びだし。とりあえずちょっと受け取ってみますわ。50個と。ということで、本来は僕、96個補填されると思ってたんで、約50連分、帰ってきてないと僕は思っちゃうんですけども、何もしてないよりかはいいですし、ただでもこれユーザーがもしこれ声を上げなかったら、これそのままやったんだと思うと、ちょっと恐ろしいですからね。であと金額が入らない不具合ってどういうことって思うんで、それに関してはね、いろいろ思うことがありますけども、じゃあせっかくなんでガチャもらったんで引いていきたいと思います。ということは、これにかなり入っとったことやな。でしょ。だって単発で当てる人もおるのにな。だって、珍味の友達、新しいアカウントで始めて、あれでしょ、この真剣、イベントのこの、ごめんね、ちょっとこれね。というか、この真剣衰弱でセダン当ててるからね。2台な。2台よ。で、一方、絞り、10万で当たってないからね。やばいね。そういうことが起こっちゃうのよ。もちろんそのガチャ運とかね、そういうのあるけど、ちょっと確率がちょっと上がってるっしょ、さすがに。というわけで、長々お待たせしましたが、これ50連引きます。うわ、じゃあ行っちゃいます。狙いは狙いか、狙いはセダンかぶり、かぶりと黒波入ってれば、かぶりがあったら金付けもあるしって感じです。いくーす。いや、あるっしょ。これないわ。嘘だよ。マジか。マジ。マジで。ガチ。やば。やめるわ、もう俺。やば、これ。
やめていいもん。他の人どうなんだろう。いや1個は入っとるでしょ。やべ、やべ、これお詫びなんだ。これがお詫びです。いや、たまげた。やべえ、マジやべえ、これは。これもう、まあ YouTube とかやってるからさ、一応やってるけど、これ普通のユーザーならやめるでこれ。余裕で。さて、このエヴァガチャ、これ何年回した？チケットが500枚あります。500枚っていうことは、おー、約10万回してるわけなんですけど、うん、まあせっかくですから交換したいと思います。おー、500あれば車かな。そうなんですよ、500あればこれに届くんですね、あのビーストにね。おー、あので僕 F1 あの東京グールのやつは持ってたんですけども、まあもちろんグールも、まあ、普通に強いんだけど、うん、このビーストが今んとここの群を抜いて強くない？カートは、うん、もう全然ないよな。もう F1 しかなくない？うん。他のセダン絶対いらないんだこれ。うん、もうカート一択ということで、うん、黒波がゲットできなかったのは悔やまれるんですが、まあ結局正パンダ使ってるんで今、うん、であとまあアスカゲットしましたから、まあアスカで頑張ればいい。まあアスカも可愛いしね。うん、ということでビースト交換したいと思います。で今慎重になってるの本当に今。あの珍味の友達もそうなんですけど、珍味もそうですけども、適当なとこ触っていきなり交換したんですよ前回。あったよねあれ。あれそれ引退したくなるくらい辛いんで、今画面に指を触れずに丁寧丁寧丁寧にやります。丁寧丁寧丁寧、じゃあ交換していこう。よいしょ、これだね、間違いないね。うん、交換間違いないね。ビーストモード2号機間違いないね。よっしゃー、はい、しぼりくんのドラゴンに乗ってる人全員チャンネル登録高評価お願いします。さあ人倒せ倒せ倒せ、イエられた。だる、パンチやから、しょうもなこのクソガキ、これ。人気ハゲどもがこれアンチがやぞ。中入った、まさかクソ隠居だ。危険ね。弱っ。はい、お疲れ、お疲れ様ん、さささささミクもゴジャもらった。なんで俺のあそこ撃っていい？違いの泥仕合い、よいしょ、どうも絞りチームでーす。あ、さっきだった、よいしょ、さっきはダルガナミ、どうも